えー、今回は月の話をします、えー、実はですね月は、えー、今1年間に4センチずつ地球から離れてるそうです4センチなんて知れてると思うか,かもしれませんけれども、えー、100年で4メートルです、えー、ですから、えー、1万年で、えー、400メートルというふうにですね実はその 天文というのはです、ね、時間が長いので、えー、これは大変なものなんですね。というのは実は月はですねその時小惑星がぶつかってです、ね、地球のまあかなりの部分がこう吹っ飛んで,でそれが地球の周りを回ってるうちにだんだんと丸くなっていったというふうな説が今有力です。 でということはですね今の月の距離はですねその40億年以上前にはどうなったのかというとですねまあ最初にダーンとこう小惑星がぶつかってですねうわーっと上がった時はそれこそもうものすごいでしょうねあの全く何も見えない太陽光が遮断されてもう,もうとにかくモヤモヤとした状態だと。 でそれがですね、まあ、数,数百万年あるいは数千万年経ってですね、えー、気がついた時にはですね、まあ、ち,ょちょっとこうまとまってきたとでその時は、えー、例えば今よりも、えー、100倍も近かったというか100倍大きいということはどんなものかというとちょっとイメージしてください今の月がですね100倍大きくなるとそれこそですねもう SF 映画かなんかであるようにもう巨大な月がですねあの結構早く 回るわけですというのはそれだけ近いとあの落ちてしまいますので落ちないようにつまり遠心力が働かないといけないいいとけですから今よりも100倍も速い速さでですね、えー、地球の周りを回ってるですからまあ、どの方向でどのスピードで回るか分かりませんけどまあ言えば100倍速い速さでですね100倍大きい月がビューっと目の前を通ることをちょっとイメージしてください。 でそれれがもうちょっと離れた時例えば10倍ぐらいの方がちょっと考えやすいので、えー、10倍ぐらいの、えー、今の月の距離の、まあ、10分の1の、えー、ところにあったらどうなってるかというのをちょっと考えてみたいと思います。えー、月は今よりも10倍大きかったで10倍大きいということは、えー、例えば、えー、明るさは100倍明るいわけですね夜はですね。まあ、そういう,こう近いい近月 大きい月が地球の周りをですね今よりも、えー、10倍も速い速さで回っているとまあこれが他にどういう影響があるかというと例えば、えー、満潮というのはですね月に近い側とちょうど月と逆地球のですね月月をに向かっているところと月とちょうど正反対のとが満潮になりますでその時もですね引力が10倍強いですから、うん、高さは あの今の10倍高い満潮ですね。実は満潮の時の今のあの海の高さというのは約1メートルぐらいなんですけども、例えば例えばカナダとかですね、あの韓国の一部ではですね10メートル以上高いんですね。その角度とかその地形の関係でね、月の引力で引っ張られて海がこう揺れたりですね。えー、そしてそれが月が 地球の周りをぶんぶん回ることによってですね海がまあ揺すられたりでそういうことが今から40億年以上前にはずっと続いてたわけですねそれがだんだんと離れていくことによってまあ、今みたいにもはるか向こうにそれでもはるか向こうなんですけどもそれでも満潮干潮って今でも大きなあの影響がありますねで実はそれが繰り返されたがためにですね実は海が攪拌されてそして実は 大変なあの私たたちにととっって関係のあるここが起こったわけです。実はですね太古の海っていうのはミネ,ミネラルの、えー、水なんですけどミネラルウォーターなんですけどねそれをあのユーリー・ミラーの実験ということで、えー、そのフラスコの中に閉じ込めてそして温度を上げてそして、えー、電磁波を当ててそして攪拌をしてというふうに太古の海の状態を作るとですねそのの、何何十時間、えー、何十日の 時間の中でですね実はミネラルが作られる網の木ですねで網の木が作られるとそれがタンパクの元になってそれが RNA につながってそれが DNA につながって生命が発生したでそれが約10億年の間で行われたのがまあ、地球の生物の発生なんですねでその10億年のその海の攪拌そしてその地球あの フラスコに詰められた水が揺れてですね網の毛が作られたことが地球の中でも行われたつまりですね私たちが今ここにこうしているのは太陽,太陽と月と地球のですねこの大きな攪拌作用によって行われたそういう意味ではですね月月は私たちが思ってる以上にですね私たちに非常にそのまあ、海の母であるかもしれないですねそんなことを考えながらぜひ月を眺めてみてください